皆様こんにちは、新橋ゲートです。いよいよやってまいりました仙台駅でございます。明日10月31日はですね、仙台戦災復興記念ホールにてツアーの3日目公演を行っていきます。前日の夜に今入らせていただきまして、これからですね、仙台に来たら僕が必ず行くというね、牛タンのお店に行って、力をモリモリつけて明日の公演は思いっきり歌っていきたいと思います。寒いかなというふうに思ったんですけれども、仙台そんなに寒くないですね。ちゃんと上着も着てきましたが、風邪もひかずに済みそうです。はい、ということでね、今からあのメンバーとも合流して夕ご飯行っていきたいと思います。それではまた明日の公演に、皆さんいっぱい来てくれるように、期待しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでね、仙台に着きまして、今から牛タンをいただきます。ね、いつも僕は牛タン、この仙台に来た時にはこのお店でいただくことにしております。今ちょっと光っちゃってますけども、牛タンの角さんというお店ですね。ちょっと教えたいような教えたくないような感じなんですけれども、非常に美味しい牛タンをいただいていこうと思います。はい、では皆さん、ドキドキ本当に面々でございます。今日もよろしくお願いいたします。はい、頑張りましょう。はい、ということでね、タチオ君遅れて登場。はい、お仕事でね、はい、今日仙台入るの遅れましたけれども、ようやくメンバーみんな揃いましたんで、明日の仙台公演よろしくお願いします。で、タチオ君はおじいちゃん家が仙台ということなんでね、はい、ゆかりのある場所での公演になりますので、頑張っていきましょう。いっぱい食べて力つけて頑張りましょう。いろいろ食べて、いろいろ食べてもうだいぶお腹に溜まってきたところで、カレーにたどり着きました。牛タンカレーでございます。でね、もう先ほどから、トマトサラダを食べ、牛タンのたたきを食べ、牛タンスライスを食べ、焼きを食べ、ね、そしてたたきとトマトに関してはおかわりをし、ここにたどり着いております。はい、お腹いっぱい食べて明日の公演も頑張ります。はい、皆さんおはようございます。in 仙台ということでね、ツアーの3日目、はい、仙台公演やってまいりました。こちらの後ろの、仙台戦災復興記念館でございます。来ましたね。来ました、来ました。こんな建物です。立派な建物ですね。立派な建物ですね。この仙台はね、幸男くんのおじいちゃんのね、そうなんです、はい、お宅があるということで、まあ、第二のふるさと。いや、もう本当にそうなんですよ、ね、ちっちゃい頃からよく来てたので、なんかもう懐かしい気持ちもね、あって、ね、今日も楽しみですね。今ここまで歩いてくる間もね、ここ昔おばあちゃんと来たななんて話をしながら向かってきたので、 そんな、第二の故郷でね、はい、いい演奏ができるように頑張っていけたらなと思いますが、もうこの今日のね、今もうこの日差しでも分かると思いますけども、ね、で、仙台寒いかと思ったらあったかい。今日あったかいね、うん、皆さんも足元もね、ご心配なく来れると思いますし、この空のね、明るさのように、楽しい明るいコンサートになればと思っておりますので、精一杯頑張っていこうと思います。皆様楽しみにしていてください。頑張りましょう。えい。はい、今ね、僕は舞台上に立っておりますが、客席の見え方はこんな感じになっておりますね。非常に綺麗なホールで、まあ、昔ながらのいいホールという形で、壁はね、こうレンガ造りなんですよね。これがすごくね、響きにいい効果を生んでくれているような気がします。非常に僕はね、舞台上から歌いやすいなって思いながら今リハーサルをしておりました。なのでね、今日は、まあ、お客様も会場でちょっと歌っていただくコーラとかがあったりしますので、皆様もね、この会場の響きを感じていただけたら嬉しいなというふうに思いますけれども、今からね、お昼ご飯を食べて、本番に向けて準備していこうと思います。本日は昼ご飯は豚汁だそうです。はい、喉を温めて、いきたいと思います。Oh
ですね、仙台公演、はい、ツアー3日目無事に終了しました。はい、お疲れ様でした。楽しかったね。楽しかった、うん、もうすごい仙台のお客様は温かかった ね、うん、本当だ ね、 ね、あのお見送りを、ね、させていただいた時もすごく皆様笑顔でね、うん、喜んでくださって我々も嬉しかったです。はい、次は11月の6日はい、札幌ですね。札幌、北海道、さらに北に参ります。そしてその後がね、静岡15日、名古屋17日、そして大阪19日と続いて参りますので、はい、我々も体調に気をつけながらね、うん、はい、まだ駆け抜けていきたいなと思います。今日はね、あの仙台が、あの小さな祈りの作曲家の山口雅也さんの、まあ、ご出身ということでね、はい、今日ご両親も来てくださって、そうなんですよね、はい、なんと笹かまぼこくださいました。イエーイ、美味しいよ ね、いただいて、帰りたいと思います。はい、それではね、皆様また次の公演来ていただけたら嬉しいです。頑張ってきます。じゃあね、バイバイ。はい、皆様こんにちは。明日北海道公演に向けて、今成田空港にやってまいりましたね。最初の九州公演に向かう時と同じく成田空港なわけなんですが、明日で公演が4回目ということでね、折り返し地点、札幌公演やってまいります。はい、北海道に向かうということでね、現地の、まあ、気温ですとか天気を調べてみたら、なんと本日、最低気温が、0度ということでね、ちょっと戦々恐々としておりますけれども、そんな、まあ、気温が低い北海道も、久しぶりの訪れとなりますのでね、暖かく迎え入れてくれるんじゃないかなというふうに思っております。でね、ちゃんと着込めるように風邪ひかないように、いろいろと準備もしてきましたので、今日は北海道について美味しいものを食べて明日の公演に向けて頑張っていきたいと思います。それでは北海道の皆様、待っていてください。無事に今札幌に到着しました。スタッフの、二見くんはですね、今半袖でございますが、寒いです。もうね、我々はもうちゃんと着込んでね、スタジオくんなんかはダウンも着てますけどね、寒い寒い、はい、ということで、無事に札幌に着きましたので、これから夕ご飯を食べて明日のコンサートに向けてまた気合を入れていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしく札幌、風邪ひかないように。はい、というわけで、ジンギスカンを、ね、食べに来ました。もうこんな感じでも揃っておりますね。これからもりもりと食べてまいりますね。結構お店に賑わってるのでね、はい、多分撮影ここからできないかもしれませんが、頑張って、焼いて食べていきます。はい、じゃあまた、もう今ね、みんな美味しく食べてくれてます。実は僕はね、ジンギスカン大好きなんですけれども、ここのお店はいつもフォレストのツアーで来てた時の、まあ、お店、よく行ってたお店の姉妹店さんなんですね。なので今回僕が、ここに行きたいということで
ご紹介してみんなを連れてきたんですが、実はね、みんなあんまりジンギスカン食べたことがなくて、特にね、社長くんなんかは苦手かもなって最初ね、言ってたんですけど、で、久保ちゃんとかも食べたことはもちろんあるけれども、そんなに得意じゃないっていう話だったんですけど、みんなモリモリ食べてます。美味しい。最高。ね、僕紹介してこんなに嬉しいことはないですね。今日みんながジンギスカンを好きになってくれて、僕もいっぱい食べれるので嬉しいなと思ってます。はい、じゃあ残りも食べていきますので、はい、はい、皆さんおはようございます。新橋ゲトです。おはようございます、吉田です。はい、今我々は札幌の時計台の前に来ております。これから、六花亭の日の塔ホールに入って、はい、高層塔してまいりますね。いよいよ高層塔折り返し4日目ということでね、ですね、はい、残りの公演も精一杯頑張っていこうと思います。今日はちょっとね、天気が悪くて、風も強いんですけどもね、ちょっとね、ホテル出た時はそんな寒くないかなと思ったら意外とね、冷えますね、やっぱりね。はい、でもこの天気を吹き飛ばすぐらいの元気で、はい、頑張っていきたいと思います。では皆さん楽しみにしていてください。行ってきます。リハーサル終了でございます。もうね、今、この、喋る声もすごく響いてますけれどもね、このホールの響きを存分に、体験しているところですね、社長くん。本当に楽しいです ね、 こういうことで ね、 歌ってて楽しいですね。はい、もうね、なんかその響きを今こうやってね、聞いて、練習していって、もうなんかここで録音なんかできても面白いんじゃないかっていうね、話が出てますよね。向いてますよね、レコーディングに ねっていう、理由をつけてまた北海道に来ようっていうね。、はい、もちろんまた演奏コンサートでも来たいんですけれども、またこういう素晴らしいホールね、こうやって、いろんなところに行って体験できるというのもこのツアーの醍醐味かなというふうに思います。ではツアー4日目、はい、北海道公演歌ってまいります。皆様応援よろしくお願いいたします。はい、ただいま札幌公演終了いたしました。吹きの塔ホール、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、非常にやっぱり綺麗なホールで、うん、もう響きもね、良くて、楽しく気持ちよく歌わせていただきました、うん、ね、お客様もね、すごく喜んでくださって、また来てくださいというお声もいただいたので、また札幌ね、来れるようにまた頑張っていきたいと、また来たい ね札幌には ね思います、うん。いよいよツアーがね、半分折り返し4公演終わりましたので、はい、ここから先、15日の静岡、17日の名古屋、はい、19日の大阪、はいはい、そして28日東京と、一気に、ね、駆け抜けていきたいと思います。この先の公演も、皆様ね、会場でお待ちしておりますので、ぜひお越しください。札幌、北海道ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた次の公演でお会いしましょう。またねー。